いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2010年モデルベントレーコンチネンタルフライングスパをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントバンパーに飛び石とフロントガラスに同じく飛び石があり、左側のドアミラーに小さな傷と左フロントのドアパネル部分にへこみがございます。左リアのドアパネル部分に数箇所線傷がございます。走行距離に関しましては約2万3000キロと低走行なお車です。外装色はベルーガ、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。ベントレーが誇るフォードはラグジュアリーサルーンコンチネンタルフライングスパでございます。ベントレー伝統の力強いデザインはもちろんのこと、こちらのお車にはフロントグリルからトランクパネルにかけてシルバーラッピングが施されており、さらには純正オプションのマットブラックグリルやエンブレムが装着されておりますので、その特別感をより一層お楽しみいただける一台です。またラグジュアリーサルーンらしくシートヒーターをはじめとする快適装備も非常に充実しております。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては6リッター W12 ツインターボエンジンが搭載され、最高出力は560馬力を誇ります。アルミホイルは純正の20インチアルミホイルが装着されており、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトはベントレー伝統の丸め4灯のテールが採用されており、力強いデザインとなっております。またマフラーに関しましては2本出しのマフラーが装備されております。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。フライングスパでございますので、トランク全体十分な容量を確保しており、全体的に使用感もなく綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともにそれぞれ若干の使用感がございます。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは4本スポークのレザーステアリングが採用されており、大型のパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。またクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。センターにはオプションでパナソニック製のポータブルナビゲーションが装備されており、車内ではワンセグの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラも装備されております。さらにセンターには純正のナビゲーションシステムも搭載されております。フロント両席、シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。シフトは6速のオートマチックシフトが採用されており、大きなボディではございますがスムーズな変速を実現しております。またサスペンションに関しましては、センターのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。フライングスパでございますので、スペースは広々と確保されており、後部座席にもシートヒーターが備わっております。またオプションでサンルーフも装備されておりますので、後部座席の方も快適なドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2010年モデルベントレーコンチネンタルフライングスパをご紹介させていただきました。走行距離約2万3000キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。車検も2019年の12月まで残っておりますので、この車後も長く安心してお乗りいただけます。今もなお根強い人気を誇るベントレーのラグジュアリーサルーンコンチネンタルフライングスパでございます。560馬力を発生させるハイパワーエンジンが搭載されておりますので、大きなボディではございますが、ドライバーズカーとしても十分にお楽しみいただけます。またシートヒーターやサンルーフ、パナソニック製のポータブルナビゲーションをはじめ、快適・便利装備も充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。